こう今日仕事行って現場でみんなと久しぶりに会った時になんか、まあ、みんなにさ明けましておめでとうございますみたいな挨拶がねめっちゃ飛び交ってたんですよ。みんなもう楽屋とかいろんな場所で挨拶で明けましておはようございます、明けましておめでとうございます。でも明けましておめでとうございますってめっちゃ長いじゃないですか。明けましておめでとうございますってなんかその挨拶がめっちゃ長いじゃないですか。でさなんかなんだろう、メンバーだったら明けおめぐらいでいいけどさ、なんだろう、こうスタッフさんとかさ、なんかこうメンバーではない人にさ明けましておめでとうございますっていうのが長すぎてさ、明けましておめでとうございます長いですよね。さなんかみんながさ言うから自分なんか何言ってるのか分かんなくなってさ、途中から明けましておめでとうございますみたいな、明けましておめでとうございますなんか明けおめって明けましておめでとうございますって言いづらいと思って、長いよね、明けましておめでとうございます。なんかねもう滑舌ろれつが回らんくってさ、後半自分が何を言ってるんだろうってなって、おめでとうございますいきなり、あ今年もよろしくお願いしますがいいんじゃないかな。長いですよね、そのなんだろう、結構長いですよねはい、ありがとうございます。しんじさん、長いよね。なんかすれ違う人全員に言ってたらさ、ろれつが回らなくなっちゃってさ、今日大変だった。長いのがダメなんじゃなくて、たくさんいろんな人とすれ違うから、しかもすれ違う時に言うから早く言わないといけないし、あの何を言ってるかわからんくなってきて。今日とても大変。明けましておめでとうございます、ありがとうございます。新年大変です、新年大変ですよね。正確に、うん、お疲れ様だよ、みんなもお疲れ様。そう、あとさ今日は一個言いたいのがあってさ、じゃじゃーん、これをいただきました、瀬戸内和風カレー。これ私とひなさんがこの前にね一緒に缶詰をねこう学生さんと作るというそういうのがありましてですね、それのねなんかできたのをいただいたんですよ。じゃーん、パッケージは私が担当させていただきました。といってもこのタコとちくわなんですけども、タコ入ってるんですよこれ、このカレー
結構重量がすごい重い。できたね。そういただいたんですよ。嬉しい。ちなみにこれはですね、限定500缶、数量限定だったんですけど、ここにね多分ね、みんなナンバー〇〇って書いてあるんですよ。ナンバー、その自分購入された方は自分がその何缶目を買ったかっていうのが多分記されてると思うんですけど、これにはまあ記されてません。届く方にはそれが記されてます。こちらは非売品という、これ0番です。まあ言えば番号が書いてあります。これはあの私用にいただきました。ちょっとなんか食べるのがもったいないのですが、これ多分賞味期限がね、缶詰なんで結構持つんですよ。どこに書いてあるんだろう。これ開けないと分かんないかな。ちょっと開けないと分かんないね。2年ぐらい？え、缶詰って結構持つよね。どこに書いてあるのかな。書いてない書いてないな。あ、書いとった。2023年6月、1年半ぐらい持ちます。1年半持つ。非常食で、お、いいですね。いただきました。2缶、これじゃあ非常食で持ち歩こうかな。なんかちょっともったいなくてね。家に置いといて。ええ、持ち歩く。なぜ？え、お腹が空いた時に食べれるようにかな。ありがとうございます。非常食にならない。え、もう非常事態だよ、お腹が空いたら非常事態でしょ。温めて食べるの？あ、へえ、そうなのかな。でも多分カンカンは温められないんじゃないかな。どっかになんか移さないといけないかもしれない。うん、缶のまま電子レンジで温めちゃいかんから、なんか器とかに移した方がいいかもね。でも多分温めなくてもそういいように出来上がってると思います、缶詰なので。かわいい、ありがとう。こたつ、ありがとうございます。カレー作った時の裏話、難しいな。でもすっごいやっぱり食品を扱うのって衛生面で大変なんだなってめっちゃ思いました。やっぱもう
なんだろう、なんか白いね、本当にもう目しか出ないあの服みたいなあるじゃないですか、あの頭もかぶってこうもうここしか本当に出ない服を着て、もうそれもね新品のやつをねもう本当に直前に着て、でもう髪の毛も一本も出ないようにして、でもう手をねなんか洗うところもめっちゃしっかり書いてあるんですよ、手の洗い方が書いてあって、でこう服をずっともう全部全身コロコロかけて自分で、もうすっごいなんだろう、まあ当たり前かもしれないんですけど、でもなんか自分はそういうのしたことなかったので、なんかやっぱり衛生面すごいなと思って、手洗ってゴム手袋して、ありがとうございます。本当すごいと思った。この顔で真面目な話？ダメですか？もう今日ガオーしか言わんとこ、もうなんかガオーだけ言うとこ、ガオーガオーガオ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 あガオガガガガガガオ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 、それなぁそれなそれなぁガオガオそれなぁ俺もそう思う、同じく通じてる人がいっぱいいる、ね、56?明日も頑張れ、明日も頑張ろう、もうなんか何も考えずにさ頑張ろうや頑張ろう、眠そう、眠いわ、今日はいっぱい動いて眠くなりました、明日から仕事頑張って、似合う、ありがとう。
おやすみなさい、おやすみなさい。もう時間やばい？2分ぐらいだ。この顔の写真もがめで送って。わかった、今から撮るわ。配信終わって壇上呼ぼう。ちょっと待って。難波のひさとさん、四九さん、あずゆいさん、きくちゃんさん、まゆたみさん、だっちさん、しんじさん、けんいちさん、広島港パセリさん、トヨタンさん、新潟のひろきさん、アーリーさん、にゃたろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。バイバイ。あと何分ある？あと1分あるよ。コメント読もう。またねー。ありがとう、ありがとうございました。ラブ。ガオガオ。ゆっくりしてね、みんなもね。おやす。バイバイ、バイバイ。今日も楽しかった？よかった。おやすみなさい。また明日。元気でねー。